はい、皆さんおはようございます。ギガのジャラシックワールドへようこそ。さて、今回もやっていこうと思います。まだ特に新キャラとかはね、前回のバギヘサウルスからはまだ、告知はないのですよね、まだ。はい、まあ、こんな感じでいつも通りって感じですかね。まあ、この島に戻ろうとかっていう、これとか、これなんかはなんかイベントで、まあモササウルスですよね。モササウルスがもらえるのかな？もらえないのかこれ。モササウルスもらえないのか。島に戻ろう。まあこんなイベントとか、とりあえず、このインディマス X の第2世代のね、トーナメントですね。まあこの辺がやってるかなという感じですね。これはまあ、こいつはまあ、もちろん強いんで、まあ、ゲットしておいて損はないですね。はい。ということで、今回もリクエストをお答えしていきたいと思います。今回は、まず肉食で、今、旬。旬も旬ですね。ジャシックワールドドミニオンの方で、まあ、主人公、主役級の、目玉キャラとしてね、出てくるこのギガノサウルスですね。はい。ギガノサウルス。このギガノサウルスはなんか、トサカがついてて、なんかもうフォルムをちょっとダサいっていう感じなんですけども、まあ、第2世代とかのね、方で、まあ映画バージョンの方でね、そこはもう盛り返してくれるかなと期待しているところでございます。はい。で、2匹目にインドラプトルですね。で、3匹目に、どこ行った？ちょっと行き過ぎたかな？はい。ユド。こんな感じです。まあ、ギガノサウルスだけがレアっていう枠で、非常にステータスの幅がね、ちょっとやばいね。もう差がやばいね。本当に。しかも3匹目がユドンっていうのがね、なかなか、なんだろうね。まあ、3匹目インドラフトの方が良かったんじゃないかなって思うんだけど、まあ、ユドン、まあ、どうなんかな。ユドンも結構強いからね、ずっと。なかなかこいつも、まあ、肉食はまあ結構、頻繁になんか定期的にこう、変わるんでね。強キャラ、最強キャラがね。今はもうインドラプトは第2世代が最強ですけどね。とりあえず行ってみましょうか。今、旬のね、ギガントサウルス。本当に。おー。インドラプト第2世代が1匹おる。さあ、ギガキロケファルス。これ有利属性だけども。このギガントサウルスでは倒しきれない。とても倒しきれないんで、まあ、ため役になってもらうしかないな。それで、交代はしないのかな？さすがに。さすがに交代はしないよね。はい。ということで、インドラプトル。とりあえず、そうだな。もうワンパンできるんで。ポイント貯めるか。ワンパンのポイント貯め。はい。で、一番の関門のインドラプトル第2世代ですね。こいつに対しては、インドラプトル第2世代も、まあ、インドラプトル第1世代ですね。1世代は不利なんでね。まだまだ。おー、2、危ね。よかった。結構2してくれたおかげで、倒せるわ。しかも4もいるっていうね。すごい、ちょっと体力も多いんでね。めちゃめちゃ強いよね。インドフト第2世代はね。ぶっ壊れすぎ。はい。スピノダスクス。3からの2ということで。さあ、ユドンの登場。さあ、1ガードだろう。ガードしても1なんで、いけましたね。よし。よし。まあ、ユドンもなかなか、本当に、
不動の地位というかね、中堅の地位をなかなかずっと保ってますね。うん。はい。では、モッドボトルの方でやっていきましょうか。まあ、インドラプトルが先頭ですよね。当然。で、まあ、ユドンが2番手かな。で、ギガノドサウルス。このゲームの、まあ、第2世代なのか、まあ、別の感じで出してくるのがどうなんでしょうね。あの映画版のギガノサウルスはね、楽しみですよね。ギガノサウルス過ぎたか、過ぎちゃったかな。肉食でしちょっと絞ってやらないとダメだな。ギガノトサウルス、はい。ということで、猛毒の、まあ、コブ2枚。これが一番安定して勝てるんで、シャッフルとかミラーとか来ない限りね。おお、これはなんだ、ミラーか。ミラーがついてるのか、これ。インドミナス。さあ、上げていく。クローン。なるほど。クローンか。おっと、ランダムがここで発生。そしてまたランダムが発生。ほう。ちょっとこいつは、ちょっと怖いな。9500のアタックになってっからな、向こうも。クローンもちょっとやばいね。でも、猛毒で、あー、回復される。回復か。きついな。まあ、回復のギアキロケファルスを仕留めれば、とりあえずは大丈夫かな。さあ、これでもう、ギガキロケファルス死んだかな。よし。さあ、4からの何が来る ?1。そう、貫く噛みつき。いった。めっちゃ減ったんやけど。貫く噛みつきって何？ガードを無視するってことやんな、多分。正直怖いんで、まだまだ、ガード。ボン。さあ、インドラプトル第2世代がもうちょっと、あと1回ぐらいで死ぬな。さて、これはガードしても意味ないのかな？鋭く、貫く噛みつきってやつね。なので、まあ、ぶち込んでいきますか、もう。怖いし。よし、これはどうだ？よし、いけた。そして、猛毒。さあ、猛毒でフィニッシュ。よっしゃ。いけたわ。はい。よし。まあ、なんとか。インドラプトルとギガノトサウルスっていうね、なかなか。インドラプトルもギガノトサウルスの DNA。から、そこから生まれたっていう感じですよね。DNA は、ギガノサウルスの DNA 使ってインドミノスレックスが作られて、そのインドミノスレックスからインドラプトルですからね。はい。って感じで、ギガノサウルスは偉大ですね。さあ、まあこんな感じで今回もリクエストをお答えしてきましたが、今は、まあ新キャラの情報とかないんで、まあまた次回もリクエストになるかなとは思うんですけど、ちょこちょこね、やっていきたいと思います。はい。
では今回はこの辺で終了したと思います。またね。